いらっしゃいませ。ゆっくり耳かき店へようこそ。今日はね、私しかいないんです。あ、今変なこと考えたでしょう。もう、私のお膝に頭を乗せて、いい子にしてくださいね。まずは、右耳から書いていきますよ。はい、なんで誰もいないのかって。それは、コロナのせいでお客様が外出できないから。みんな、お客様の家に耳かきに行ったんです。で、私は工務館の門番をしてたんだけど、お手伝いに来たんですよ。お客様もコロナには気をつけてくださいね。もうちょっとなんですけど。ほら、動かないでください。はい、取れました。お客様、ここら辺が気持ちいいですか？ふふ。はい、お客様のとろーんとした顔で。わかりましたよ。奥の方もカリカリしますね。もう、じっとしててくださいね。あ、一つ中に入っていきましたよ。ん？ん？取れませんね。まあ、反対側をするときに、ボロッと出てくると思います。でも、お客様の気持ち良さそうな顔を見ていたら、私も眠くなってきました。あ、いえ、大丈夫ですよ。昨夜さんに、耳かきの時は危ないから、寝ちゃいけないって言われてますからね。お客様は、寝てていいですよ。その方が、動かないからしやすいですし。あら、本当に寝ちゃったみたいですね。それでは、おやすみなさい。
次は左耳をしますね。
それでは、ご視聴ありがとうございました。良い夢を見てくださいね。